討会、この2問をご一緒させていただきまして、この報告を受けてですね、やはり、あの議員の皆さん方、皆さんもおっしゃっておられますように、次の一歩を進むという、こういうことを強く強く感じております。これが今回のシンポジウムの、目的でございました。お手元にですね、この開国立志会の趣旨書、そして、1枚お願いというのが入れてあります。本日の、このセッションを受けなってですね、もしご賛同できましたら、この、連絡先をですね、書いていただきますと、私たちの活動、これをご報告させていただきたいと思っております。そしてもう、ちょっと熱い資料ですけれども、国際医療貢献、病院センターの実現に向けてという18枚もの、パワーポイントの資料を挟んでおります。これはもうすでに20回も書き直し、追加いたしまして、現時点での私たちの考えをまとめたのがこれでございます。本日はこれ全部説明する時間がございませんので、そのうちの一部だけをまとめたものを、別途からの5枚もののパワーポイントで、コピーをお渡ししております。今日この5枚ものを使いまして、私の検討結果、検討の途中経過をですね、ご報告申し上げたいと思います。すでに検討報告書にございますように、たくさんの課題が あるんですけれども、本日の時間が限られておりますこととですね、過去、20年以上にわたってこの検討されましたこの課題、なぜ実現できなかったのかという、そういう要因だと、一応私たちが考えております3つのサブテーマについて本日はご紹介させていただきたいと思います。3つのサブテーマ、つまり、その平時を通じた、一番最初には、これもすでにご指摘ありました、たくさんの省庁にまたがるということの問題、2つ目は、平時どうするかということなんですけれども、1つのアイデアとして国際貢献ということです。3つ目は、これもご指摘ございました。母校、基地をどうしていくのかと、この大きな3つではないかと思いまして、本日はこの3つのサブテーマに絞らせていただきました。で、ここに最初のイントロダクションを書いて出しておりますけれども、これも既にご指摘ありましたように、昨年の大震災は、小売りであることという特徴と、地震、津波に原子力災害が加わるという複合であったということから、すでに多くの方々がこういうその上に書いております、その問題を指摘されておられます。こういう自然災害だけではなくて、水盤というのは、化学とか生物、あるいは爆弾、放射性物質等のテロによるものという災害も起こる可能性があるわけですから、そういう自然大災害に加えて、こういうことも考えておく必要があるという、こういうことを、この真ん中のところには、示しております。でこのために、一応こういうような案を私たちは考えているわけですけれども、緊急時には当然自衛隊海上保安庁が中心になるんですが、複数の船が機能を分化して、そして役割を分担していきながらやっていくという、私たちの案では船団という言葉を使っているのはそういう、理由なんですけれども、こういう考えを持って進めていきたいと思っているところです。ではちょっと座長がそんな短くとってはいけませんので、3つのサブテーマについてですね、各々ご説明いただきたいと思います。では最初のテーマ、大災害時のでの共同体制につきまして、倉敷技術科学大学の人先生にご説明をお願いします。よろしくお願いします。水戸でございます。私の方からは、いわゆる省庁、これの連携ということについて、述べさせていただきます。で昨年の大震災ですけれども、おおむね各省庁、かなり協力できたんではないか、で特に DMAT、これが初めて自衛隊機で DMAT のメンバーを参集する、それから、現地に、いわゆる SCU と呼ばれておりますけれども、そういうベース、それを作るということで、かなり有効だったかなと、だけど、いまだにですね、数千人の方が行方不明である、それから災害関連死も非常に増えている。いたということで、やはり最初のいわゆる初動の段階で海上からの医療の支援、これがやっぱり重要ではなかったかなというふうに考えております。でそうなりますと、ここに書いてありますけども、いわゆる海上自衛隊、それから、海上保安庁ということなんですね。でここがやはり一元化した
行動、まあ、これが必要じゃないかなと。でこれは昨年災害の時の福島原発では、自衛隊が消防を統制しております。で一元化で原発への水の散水、まあ、これに行うこと。でその場合自衛隊法の中ではですね、まあ、海上保安庁、これは防衛大臣の、統制下に入ることができるという文言がございます。まあそういったことも含みますと、やはり災害時には保安庁、それから海上自衛隊の一元化、これがやっぱり今後検討されるべきじゃないかなと。そして今日お話になります、このいわゆる病院戦艦、これが災害時にこのような一元化されたものの中で、いわゆるまあ、こういうこともありますけども、司令塔としての現場での司令塔、まあ、おそらく海上自衛隊の艦船かなと思いますけども、そういったところに病院船団、これも含めて、統制されるということが、まあ、今後検討されていくべきかなというふうに考えています。以上でございます。はい、ありがとうございました。このテーマにつきましてですね、まあ、もしここでご質問あるいはコメント等ですねございましたら、自力でお受けしたいと思います。よろしいでしょうか。ではまた最後にまとめてお時間を頂戴させていただきたいと思います。次のテーマにいただきます。まあ、平時の利用ということで、国際医療貢献につきまして、早稲田大学の工藤先生からお勧めお願いします。工藤でございます。どうぞよろしくお願いします。まあ、私のこのテーマ、平時における国際医療貢献ということでありますが、先ほどから初めの冒頭にもお話がありましたように、この災害時、のこの病院センターの役割はですね、非常にもう誰でもこれ必要だということが分かりますけれども、これがうまくそういう時に機能するということが非常に大事なことになっています。で、じゃあ平時の時はどうするのかというのが一つのテーマでありますけれども、これはやはり平時の時もですね、この病院センターの果たす役割が非常に大きいんだということを、そういう立場でですね、第2のテーマとしてお話しさせていただきたいと思います。まず平時、でいろんな活動があります。医療国際医療貢献についていろんな貢献がなさありえますということです。その根拠はですね、要するに、疾病とこの貧困、は非常に密接につながっています。特にこのアジアの面ではですね、非常にこの問題は大きな問題としてあります。ここに挙げたものは、まあ、貧困という概念はいろいろその指標があるからですね、飢餓ということで端的に表されていたと思いますけれども、ここに挙げましたように、年代別の飢餓、世界的な規模での飢餓の人たち、一番トップのところがある、10億人ですね。で、これが決して減ってはいない、むしろこの増加傾向にあるということがあります。これは最近の数であります、10億人だ。そしてこれは2010年のですね、で断面2010年の1年間でもですね、この世界的な地域別の飢餓人口を示したものでありますけれども、この赤いところがですね、アジア太平洋地域、まあ、6割ぐらい、6割から7割近い数がこの地域で占めているということがあります。でこういうことがバックにあるものですから、やはり、疾病が多いということになります。それからこれとこの貧困と派生してくるですね、医療過疎という問題がやはりこのアジアには非常に大きな問題になっております。で先ほどから、ちょっと問題になっております。医師、看護師、あるいは助産婦等のですね、不足、この航空したの、地域別に国別に、航空して、示したのものがですね、このような過疎が強いということであります。インドネシア、あるいはこのインドシナの内陸部、あるいはミャンマーとかですね、こういうところが非常に、深刻であります。こういう背景のもとにですね、この病院船を動かしたらですね、いろんな機能が平時でも我々貢献できるということになるかと思います。でここに挙げましたように、まあ小さなことなどの国内外の医療過疎地域の健康指導、あるいは巡回診療、
国際医療人の育成のための船内での実施、周年協力、それからこの医療機器の運搬、あるいはワクチン等の接種もですね、こういう船でいろんなところでやられたら可能だと思います。それからこの進出している企業、あるいはいろんな団体があるかと思いますけども、そういう、こういうところでですね、やはり、少しこうなった時にどうするかということは、やはり大きな懸念だと思いますが、そういう時に、受診者を、日本科学での医療機関の受診を希望する患者さんの安全輸送、それから今、まあ、この全体、アジア地域を含めてですね、疫学、疾病の医療に対する医療発展のための共同研究、そういう体制を構築する、それから、ここではまだ触れられて今まで触れられておりませんけれども、感染症混戦期に入ってですね、大きな感染症パンデミックが発生しました。 SARS でありインフルエンザであり新型インフルエンザでありプリインフルエンザ、こういう時は隔離が必要であります。また隔離された患者さんの人権を考えれば、これ十分な医療を行わなければ、それには効率的な医療を行うには、やはり、国内に入れるという前にですね、こういう船の上で、中で、十分な治療を行うということが有効なのではないかということだと思います。まあ、これはある意味では非常時になってくるかと思います。まあ、こういう意味で、災害の中にですね、感染症、パンデミック、こういうものを含めたらいかがでしょうかということを申し上げて、私どうもありがとうございました。ありがとうございます。今先生から平時だけに限られて話をしていただいたんですが、当然この辺の東南アジアの環太平洋火山帯ですから、当然災害もあり得るということの、まあ、踏まえた上での話でございました。この、まあ、不作保険につきましてはですね、もしコメント等ここでございましたらお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、では次の最後の3つ目のサブテーマ、これは先ほど江戸先生から報告していただいたところなんですが、母校基地をどうしていくのかという、これが大きな問題の一つだと思いますので、この件につきまして、函館国際水産海洋都市機構の吉田先生から説明しました。先ほどでございます。先ほど江戸先生からお話が、まあ、締めのところでお話が出ましたけれども、この母校というものをなるべく早急に決めて取り掛かる必要が、でその選定の際にはですね、ここにありますような歴史的に、震災被害を受けてない地域、それから簡単に太平洋側日本側に出られる地域と、それとあと多分船のメンテナンスをできるようなシェルのある地域、あとは、まあ、医療関係の優れた施設があるような地域が考えられるわけです。まあそういうことを考えますと、ここにありますような青函エリア、あるいは関門群馬エリアというようなものは考えられるのではないかと。で、こちらの方にありますのはこの内港でありますが、これをだんだんと、広げていきまして、段階的に広がりまして、先ほどお話に出ましたようなアジア地域への貢献というようなことが考えられます。2番目にですね、こういう母港の機能というのは、他の港湾都市の連携によって、機能がさらに高まるということは、被災地に急行する際に途中で、医療スタッフあるいはその他の機材を、ピックアップしまして乗せて、なるべく早く被災地に行くようにするといういわゆる連携プレーがこれはなくてはならない。で最後にですが、これは地域イノベーションに関わることでございますけれども、母校で
となあるいは気候となる、いろいろなことが考える。例えば、震災が起こってない場合は繰り返し繰り返し医療チームのあるいはその他スタッフの訓練が必要だと思います。だから国際貢献を考えますと、アジア諸国のそういう医療関係者の教育というものも考え、それから、船に積む機材、医療機材、なるべくコンパクトで軽量なものが必要です。これは今使っているものは多分使えないと思いますので、こういう機材の開発、それに関わる産業の創出というようなことも考えられるのではないかと思います。それと、もう一つ、先ほどから平時の、船をただ港にもやっとくだけではどうしようもありませんので、いかに平時に先ほど、僻地の医療に使うとかいうこともございましたけど、知恵を絞っていろいろな使い方を考えるなければいけない、こうそういうことの一つに、健康産業、例えば、クルーズを、例えば、二元ドックみたいなものとクルーズ、観光と融合しましたクルーズを作るとか、それから、アトピーとか花粉症に悩んでる方々に対して、食事療法を伴う体質改善、そういったものをクルーズに繰り込みまして、1週間ぐらい の非常にきれいな空気を吸いながら適度の運動をして、クルーズを催す、それで体質改善をするようなことも考え、これはもういろんなことが考えられますので、皆さんの知恵を絞ってこれから考えなくてはいけないので、以上でございます。ありがとうございました。それではこの母校等につきまして、今コメント等ございませんでしょうか。引き続きまして、今日3つのテーマしか実は説明していないんですけれども、そこに限らずですね、この私たちのこの提案に関しまして、コメント等ございましたらお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。はい、実はまだ時間があればですね、この詳細のことを説明したいんですが、もうすでに15分という締め切りの時間になっておりましてですね、まとめないといけなくなっちゃってるんですが、我々メンバーからどなたかもう一つ説明するというのはいいですか。はい、では最後のスライドをお願いいたします。ございます。いろんな問題実はあります。ご指摘ありましたように、動力の問題、いろんな問題も私たちも考えておりますが、こういったことをですね、今回は時間少なかったですが、これ各地でこういうシンポジウムを開催していければなと、勝手に考えているところでございますが、こういうその今までの話はどう貢献するかというこういう視点に絞っておりますけれども、実はこれをしていただきますと、先ほど鶴田先生もすでにお話しいただきましたように、いろんな効果が波及効果が期待できるということをまとめたのが最後のスライドでございます。どうぞ。はい、ございましたようにですね、内閣府はですね、一生懸命やろうという気概が今のではないんです。理由は先ほど申し上げたようなね、そこで我々政治家はこれから頑張らないといけないわけですけれども、今のこの目の前にあります波及効果もそうなんですけども、アジアへの貢献、いろんな機能があるのは分かります。でもこれから国民の価値観をね、こっちに向けさせるためには、三陸沖とか大阪沖とか、首都圏で起こったときに、その国民にこういうのができるという、もっと身近なね、ところ。だから常日頃は大阪大学医学部、東北大学医学部、九州大学医学部とですね、外科団、内科医、この編成を組んどいて、
このたびはこれが無関係、それでも足りない大災害はね、広域で今度に、まあ、警察でいう韓国機動隊みたいなね、そういう第二次判断が出るとか、そしてこういうさ、救助するとかいうのは、国民にとってね、ああ、これなら安心だなということを、国際貢献も重要だと思うんですよ。そこの本質の部分をね、やっぱお医者様方にですね、どういうオペレーションをすれば、こういうのができるんだというところをね、まあ、我々はお医者さんじゃないもんだから、ぜひこう絵を描いて、我々にこうプレゼン、訴える時のシナリオとして使わせていただきたいと思うんですね。だからこういうことも非常に、重要だと思うんです。でも本質の部分のね、そこら辺をぜひ今後ご提示いただきたいなとお願いを申し上げたいと思います。ご指摘ありがとうございました。もちろんそういうなんか前提でございましても、アジアに行く前は当然国民ですので、これここですね、なんか一言よろしいですか。ご指摘の通りでございます。ぜひそういうふうに前向きで転身したいと思っています。よろしくお願いします。先生、会長からのご指名でございますので、私なぜこのような若輩者をここに座っているかと申しますと、実は浅野先生と瀬谷先生、大学時代の同級生でいらっしゃいまして、浅野先生は私の現在の都内の研究室にいらっしゃる、で瀬谷先生は私の恩師であるという関係で、中を手伝いと、で我々の熱い思いを次世代につなげろと、こういうようなことになります。で、おそらくこの、計画、多分10年、20年で終わるものではないと考えております。で、この熱い思いを我々の世代でしっかりと受け止めて、ね、次に、つなげて、国家100年の計につなげていきたいというふうに考えております。そのようなことで、私、ここに座らせていただいているというふうに、理解しております。どうもありがとうございます。それでは時間もう過ぎておりますので、このスライドにはですね、もちろん日本のためになるそのライフイノベーション、ミニション、これは新成長戦略の流れでございますし、そういったことへの貢献、あるいは、先ほど指摘になりました地域イノベーション等ですね、こういうところにも波及していくんだと私は信じております。今日はスタネ市会で時間限られた中で議論が不十分だったかもしれませんが、途中申し上げましたように、できるだけこの議論は広げていきたいと思います。国民皆様の全員に広がるように、この計画がですね、進むこと、そして、先生方の力添えですね、実現に必ず入れていただきたいと思っております。今日はこの会議でした。どうも、ご協力ありがとうございました。ということで、失礼します。開国立志の会の先生方、どうもありがとうございました。